はい、皆さんこんにちは、フラワーティストシンです。今日はね、僕がですね、こいつに挑みます。これはアーティチョークですね。よくね、食材なんかで出回ってるオニアザリっていうお花なんですけれども、これは僕なんかの世界のね、花の世界でも花材として出回っています。ただすごく素敵なお花なんですけれども、これはねとにかく重いんです。だから結構大きい毛ごみなんかにねドーンと入れて使う分には問題はないんですけれども、それじゃねはっきり言うと面白くないんで、今日ね僕はねこれを花束にします。一番こういう重い花材で作りにくいのは花束なんで、僕はね花束でこのアーティチョークに挑んでいきたいと思います。ただね、素敵な花束をね作るつもりですから、ぜひね最後までご視聴ください。そして今日はですね、いつも花束作って終わりにしちゃうんですけれども、ラッピングまでやります。で、リデちゃん今日はラッピングの魔術師のリデちゃんがね、来てないんで、僕がやります。心配ないです、フラワーアーティストシンですから。では早速行ってみましょう。行くぜ。はい、それでは始めていきます。今日はね、このぐらいの引きで花束が大きくなるんでいいと思います。ではアーティチョークを持っていきます。その時、まあ下長いんで、これも下はある程度切っときましょうっていうのが、重くてねもうどうしようもなくなっちゃうんで。はい、そしたらまずね、このスモークツリーを入れていきましょう。こういう感じですね。はい、次に赤バラをね入れていきます。はい、こんな感じですね。はい、そしたら次にですね、こちらのトルコヒヨのね貴婦人ですね、入れていきましょう。はい、このような感じです。重い。はい、そしたら次にこのリューカデンドロをね入れていきます。こういった感じです。重い。はい、次にこのね赤ドラを入れます。わっちゃ。こういった感じです。次、はい、次にこのレッドウィローを、ね、入れていきます。うわ、ちょっと待った感じです。そして最後にですね、スモークツリーを手前に1個入れます。これスモークの中から花が出てるような感じですね。これでバンディングします。はい、こんな感じです。下を潰し終えて、はい、できました。次はラッピングに行きます。ぜひ皆様のチャンネル登録を募集しております。スマートフォン、タブレットでご覧の方は説明欄からチャンネル登録をよろしくお願いします。そしたら次回も楽しみにしていてください。これを、まあ、単純ですよ結構ね、僕のは簡単。